女性はですね、元浜松市長で立憲民主党と国民民主党が推薦する鈴木医師がですね、元副知事で自民党が推薦する大村氏がするという展開になっております。自民党の支持層というのがかなりボリュームとしては大きいんですかね。そうですね、政党別で見ると確かに自民党の、さあ始まりました、選挙 .com チャンネル。私 MC を務めます編集長の鈴木邦和です。そして本日は同じく選挙 .com 編集部の中山くんをゲストにお迎えしてお送りしていきます。中山くん、よろしくお願いします。お願いします。はい、中山くんが今日ゲストで来てくれてるということは、今日は女性調査会ですね、はい、ということで早速本日のテーマいきましょう。本日のテーマはこちらです。最新情勢どうなる静岡県知事選ということで、選挙 .com では5月26日に投票日を迎えます、静岡県知事選挙について情勢調査を実施しました。今回は中山君とともに候補者の情報や情勢の分析をお届けしていきたいと思います、はい、ちなみに中山君は先週末なんと静岡に行ってきたそうで、はい、はい、完全プライベートで、プライベートで友人たちと、静岡に1日行って、はいはい、全候補は回れなかったんですけど、はいはいはい、静岡市とあと沼津市ですかね、中部と東部だけ、はい、見に行くことができました。いわゆる選挙漫遊というやつですね。そうですね、美味しいうなぎとか海鮮もいただきながらっていう一日を。余談ですけど、中山くんは選挙現場を見に行くのが非常にお好きで、はい、土日も選挙現場いろんなところよく行かれてますよね、はい、いやもう毎週選挙が行われてますので本当にもう平日は選挙のところの編集部の仕事をしてるのに、はい、土日も選挙現場行って、いやもうちゃんと休んでますから大丈夫です。いやもちろんです、もちろんですいい感じに、はい、ということで今日はそういう、まあ、現場での様子も含めてですね、情勢調査を交えてお話聞いていきたいと思います。はい、ということでまずはこちらをご覧ください、現在静岡県知事選挙に立候補されていらっしゃる候補者の方々、届け出順に、お見せしております、6名の方立候補していますけれども、まあ、そもそも今回の静岡県知事選のまず概要について中山君の方からちょっと解説いただいてもよろしいでしょうか。はい、今回の静岡県知事選挙はですね、前任の川勝知事が辞職されたということに伴う選挙になっております。なので今回は川勝前知事は出馬せず、新人の6人の方が立候補したというような状況になっております、うん、はい、なるほど、ありがとうございます。そして、構図としては、まあ、今回はまず自民党の推薦が大村さん、そして野党系でいうと立憲国民の推薦が鈴木さんという形で、共産党は別で候補者を立っていて森さんと、そういうのがまず主要政党の候補という形ですかね。そうですね、はい、事実上の野党対決じゃないのかというふうな報道も、うん、されている状況ではありました。なるほど。ちなみにこの共産党は、過去の静岡県知事選挙においても、こう立憲と相乗りという形ではないんですか。そのあたりどうですか。これまでの選挙ではですね、はい、共産党さんがですね、候補者の方を支援するっていうような、これまでで言うと川勝知事のことを支援するっていうような選挙もありましたし、うん、必ずしも、共産党の方が出てこられてっていうような構図ではなかったです、ね、なるほど、なるほど、はい。そしてまあ横山さん、村上さん、浜中さん、それぞれ無所属で出ていらっしゃるということですね、はい、はい。それではここで静岡県知事選の情勢調査の結果をお見せしたいと思います。こちらご覧ください、はい。まず私からちょっと概要を説明しますけど、5月18日そして19日の2日間で、県内の有権者を対象に RDD 方式の電話調査、そしてインターネット調査を実施しました。合計2494人から回答を得まして、電話400人、インターネットが2000人強となっております。はい、ということでこの情勢の結果がこちらです。中山君に解説いただいてもよろしいですか。はい、情勢はですね、元浜松市長で立憲民主党と国民民主党が推薦する、鈴木医師がですね一歩リードし、元副知事で自民党が推薦する大村氏が猛追するという展開になっております、また共産党の森氏が
が広がりは各状態で、無所属の村上氏、浜中氏、そして諸派新人の横山氏は独自の戦いをしているというような状況になっていました。ただし電話調査で1割強、ネット調査で半数が態度を明らかにしてないため、情勢は流動的というような状況になっております。なるほど。まあ、この情勢調査の結果を見ると、まあ、鈴木康友さん一歩リード、そして、大村慎一さんが猛追と。全体情勢としてはこういう状況ですけれども、支持政党別の動向で見るとどういう状況なんでしょうか。はい。鈴木氏からご紹介しますと、立憲国民支持層それぞれ7割を固めたほか、支持層の6割、令和新選組支持層の7割からも支持を集めている状況です。でまた無党派層の4割からも支持がありまして、加えて自民公明支持層の3割前後も取り込んでいる状況になっていました。でまた大村氏で言いますと自民支持層の6割弱から支持があり、自主投票になった公明の支持層からも7割強、また無党派層の約3割からも支持を得ている状況になっております。なるほど。まあ、これを見るとやっぱりこうまず鈴木候補がですけれども、維新支持層6割、そして無党派層4割、さらに自公の支持層も3割前後取り込んでいるということで、まあ、かなりその推薦がある政党の支持層に限らずですね、幅広い支持層に食い込んでいるなという印象を受けますね。そうですね、他の他社さんの情勢調査、見ていても、無党派層の食い込み方に差はあれど、ただその傾向としてしっかり与党の支持層も取り込んでいるというのは違いなかったのかなというふうには見ています。なるほど。まあ、逆に大村さんは、まあ、自民党支持層6割、そして公明党支持層7割強ということで、まあ、自民が若干まだ固まってないかなというところと、まあ、無党派層でいうと3割というところで、やっぱり鈴木さんに対してちょっと一歩劣ってるかなという印象はありますね。そうですね、猛追という状況で、ただしやっぱり、これも他の、媒体見てても、どんどんその肉薄しているような印象はありまして、今後どういったふうな動きになるかは、注目しているところではあります。ちなみにそもそもその静岡県の、まあ、各政党支持層の構造でいうと、例えばやっぱりこの自民党の支持層というのがかなりボリュームとしては大きいんですかね。そうですね、政党別で見ると確かに自民党の、比例の得票などは多いんですが、それがあの野党の支持層をこう合わせていった時には、そのどこどこになるというか、並ぶ時もありますし、一騎打ち状態になるとかなり肉薄するというような、そうですね、のがもともとのやっぱ地域の、まあ、構造ということですね。そうですね、また衆院の小選挙区を見ていってもですね、全てを自民党が取ってるというわけでもなく、野党の方々も議席を取っていますし、そういった何ですかね、保守系が強いとかそういった地盤であるとは必ずしも言えないなと思っています。なるほど、はい、ありがとうございます。さあそして地域別に見ていくとこれ結構面白いですね。静岡はもちろん政党支持層別に見ていくとかなり違いが鮮明になるんですが、地域別に見てもかなり違いますね。これも解説いただいてもよろしいですか。はい、今回ですね、静岡市、浜松市と両市を除く西部、中部、東部の各地域に分けて分析をしました。で静岡市では大村さん、で浜松市では鈴木さんがそれぞれ先行している状況になっています。で中部地域では鈴木さんが 一歩リードしておりまして、東部、藤川伊藤、藤川よりも東の地域では大村市、さんと鈴木さんが横一線で激しく争っており、態度未定者も最も多い地域でした。なるほど、はい、結構ここはですね、私がその週末静岡見に行ったっていう話をしたんですが、その候補者の方々の発言にも色濃く出ているなと思ってまして、はい、で大村さんと鈴木さんの話でいきますと、例
例えば大村さんでいうと自身は副知事を務めて全県を細かく見てきたので、もう静岡全体の大村なんだっていう話をしてますし、で鈴木さんに言えば元も浜松市長ということで、地域でいうと西部といわれる地域になるんですが、活動のスタートを東部地域、まあ、また出雲の地域から始めたっていうのもあって、はい、もう西部の鈴木じゃないんだと、なるほど、全県の鈴木ですっていうような、もう結構地域を意識した演説をですね、お二人ともされていて面白いなって、なるほど、面白いですね。まあ、そして今回のやっぱり静岡県知事選のまあ争点としてまあ、まずやっぱりこの川勝県政っていう、まあ、非常に特徴的なこう県政に対する評価、それを継承するのかしないのかっていうことであるとか、あとはやっぱりリニアの県内での着工についての賛否であるとか、まあ、そういうものは非常に重要な争点だと思うんですが、そのあたりは見ていくとどうですかね、調査を。はい、はい、この15年間の川勝県政を評価すると、した有権者が全体の 51% で、評価しないとした有権者は 28% に上りました。で、川勝県政を評価している、評価するの層は、鈴木さんへの支持が多く、評価しない層は大村さんへの評価が支持が多いという状況でした。でまた、リニア中央新幹線の県内での着工はですね、賛成が 38%、はい、反対が 31% ということで、ま、この弊社の調査では大変拮抗しているなというような。そうですね、はい、まあ、リニアに関しては拮抗していて、川勝県政の評価でいうと評価する有権者の方がまあ多いかなという結果ですね。はい、そうですね、はい、分かりました。まあ、ここまで調査を見てきたんですけども、中山君、ね、先ほどもお話しされたように現地にも行かれてきたということで、現地の時に撮影された写真とかもあるんですか、少し見せていただいていいですか。これは鈴木康友陣営ですね。はい、はい、時間の都合上ですね、全候補回ることができなかったんですが、その日ラストサンデーということで、鈴木候補だったり大村候補がですね、総決起集会っていうのをそれぞれやってらっしゃいまして、でそれぞれこう見に行ったんですが、こうまず鈴木さんで言いますと、これ沼津市でやられてたんですけど、県内の特に、野党系といったあれなんですが、の首長さんであったり、議員さんがこう前の方に集って、でそこに立憲民主党の泉健太代表もお越しになってということで、千人集会ということで大変大きなキャパシティの会場で決起集会をされている様子で、本当に会場もですね、こういっぱいになっていて、すごいなというふうに感じた瞬間であります。支持者の方々はどういう方々が多い印象でしたか。そうですね、特に年齢のなんかばらつきは感じなかったんですけど、そうですね、そこに何か特徴があるっていうのはあんまり感じなかったと。はい、続いて、大村さんの陣営はいかがですか。はいはい、これは日曜の朝行われていた、総決起集会なんですが、静岡市内でですね、奥のトラックに、上川大臣がいらっしゃって、で200メートルぐらい離れてるんですよ。はい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 、でそれはやっぱ擁護の関係、警護の関係で、でも最後大村候補がですね、いや私は皆さんの元に行きますって言ってこう お一人こっちに来て、はいはいはい、でこの聞いてる方々の前でお話しなさってるんですけど、こちらも大変大きなイベントで、私真ん中ぐらいから撮った写真で、これ後ろにもずらっとこう人がいらっしゃるっていうような状況ではありました。でもその時にこうご家族の方も一緒にマイク握ったりして、ご最後一致団結して頑張ろうみたいな雰囲気ではありました。これちなみにあれですか、上川さんの発言に関してちょっと切り取り的な報道があった時の、はい、ちょうどではないの次の日、次の日ですね、次の日で、 なので報道を見ていると、この会場で、メディアの方の取材に対して発言を取り消したというような状況だったと思います。はい、ありがとうございます。ということで、まあ、非常に静岡県知事選もまだまだ結果が気になるというか、はい、ここからまたどう最終的に選挙終盤戦に向けてですね、動いていくのか大変注目していきたいですね。そうですね、はい、静岡県知事選挙の結果がですね、まさに県内の政治もそうなんですが、リニアの話であったり、国の政策に関することにも影響を与えそうな選挙なので、
私も大変注目しております。はい、ありがとうございます。最後になんですけども、選挙 .com ではですね、この静岡県知事選に関する投票マッチングを公開しております。県政に関するですね、さまざまなご質問にお答えいただけると、皆さんお答えいただいた皆さんに最も政策的に近い候補者を紹介するというサービスですので、ぜひ皆さん使ってみてください。はい、もうすでに結構多くの方にご利用いただいているみたいで、好評いただいてますんで、ぜひ見ていただければと思います。はい、ということで本日はここまでとなります。皆さん高評価、チャンネル登録、そしてコメントの方もお寄せいただければと思います。本日もありがとうございました。ありがとうございました。選挙区だけに配信するバナー広告と YouTube 広告、よろしくお願いします。一二太郎です。よろしくお願いします。一二太郎です。なんだか最近の人ってスマホばかり見て全然受け取ってくんない。お？なんだこれ。スマホ世代の有権者に思いを伝えるならコネクタのバナー広告と YouTube 広告。コネクタのウェブ広告は政治家専用で1000件を超える実績があります。公職選挙法のチェックも万全ですので安全安心。配信する地域が選べるので抜群のコストパフォーマンスで有権者に届きます。累計1000件以上政治家のネット広告を運用して批判ゼロ。政治家専門チームによるバナーの作成、動画の撮影や編集もお任せください。政治家専用のウェブ広告始めてみませんか。